日本製品を売らない店は3000以上に増えたと主張しています。ソウルの日本大使館前では今日、日本製品の販売中止運動を主導する韓国の団体が日本製の T シャツを切り裂くなどのパフォーマンスを行いました。団体は韓国国内ですでに個人経営のスーパーなど3000以上の店が運動に参加していると明らかにし、さらに全国規模に拡大させると宣言しました。また販売中止の対象は現在ビールやタバコが中心ですが、今後は菓子や飲み物などおよそ100種類にまで増やすということです。